ベンゼマ、一緒にプレーしたかった。同ー,ームバッペのレアル入り破談に本音。スペイン一部、レアル・マドリードは、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの2冠を達成して、2021から22シーズンを終えた。ピッチ内で好成績を収めたレアルだが、2022から23シーズンに向けては、パリ・サンジェルマンとの契約が満了を迎える、フランス代表フォワード、キリアン・ムバッペの獲得に失敗した。 フランス代表のチームメートであるフォワードカリム・ベンゼマは残留を決意したムバッペへの思いを口にしている。レアルは5月28日に行われたチャンピオンズリーグ決勝でイングランド一部リバプールに1対0で勝利し4シーズンぶり通算14度目となるチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げた。チームのエースであるベンゼマはフランス代表のチームメートでもあるムバッペの獲得にも尽力していたと報じられている。 ムバッペはかねてからレアルへ加入することへの憧れを公言し、今シーズンの開幕前には、レアルが1億6000万ユーロ、約219億円という超巨額オファーを提示したが、パリ・サンジェルマンはこれを拒否し、最終的にはパリ・サンジェルマンと新たに3年の契約を結んだ。ムバッペの本意について、ベンゼマは、フランスメディアテレフットの番組、TF1 のインタビューの中で、僕は一緒にプレーしたかったし。 ムバッペのレアル・マドリードでプレーするという夢を叶えてもらいたかった。とコメントを残している。レアルでの共闘を望んでいたことを明かしつつも、決断を後押ししている。ムバッペは PSG を選んだ。僕たちはリスペクトしないといけない。それが彼の選択であり、多くの責任を抱えている。僕たちは代表で一緒にプレーすることができる。人はみんな、それぞれに決断をしていく。レアル・マドリードは、レアル・マドリードだ。 僕はがっかりしていない。僕たちは友達だし、このことが僕らの関係に影響することはないよ。と、パリ・サンジェルマン残留を決断したムバッペにも理解を示した。ムバッペとベンゼマのコンビがレアルで実現することはなくなったが、カタールワールドカップの舞台で、この2人が躍動する姿が見られるのかが注目される。